まさかエレベーター？うん。ねえ、扉を下ろして。ねえ、いいこと教えてあげようか。勘弁してよ。恐怖のいい部分だけ考える。いい部分？そう、早く走れるようになると集中力も上がる。やば。痛みも弱まるでしょ。嫌な予感がすると手に汗がにじんでドキドキするでしょ。強くなってることの証拠だよ。怖いって思ったら、これから起こるって備えてるって思うよ。預言者の言葉？そう。ふん。電気とか罪深い昔の世界のものは禁じられてんでしょ。でも例外もあるんだ。特に兵士ならね。都合いい。あのさ、預言者のお告げで殺されそうになったってのにまだ信じてんの？あのお方のせいじゃないよ。で暴力は進めてなかったし、みんなにそう言ってやれば。この方の言葉を誤解してるんだ。本読んでみて。わかった。風が強いね。ねえ、冗談でしょ。これが橋だよ。レイブ、ついてきて。やば。ゆっくりね。私には無理だってば。見た目ほど怖くないから。みんなよくここ渡るの？嘘ばっかり。嘘じゃない。まあみんなってわけじゃないけどさ。嘘でしょ。とにかく下は見ないで。平気？誠の力を待ってるとこ。ナイス。ナイスね。別に。そういえば友達のオーメンと何かあったの？ちょっと今その話？だって気まずそうだったし。いいから言って。ゆっくり感動させてくれない？後にして。いいから抱きしめさせて。すぐに抱きしめたくなくなると思うよ。なんで？なんで？すぐわかる。レブ、あんた正気？大丈夫だよ、僕だけ見て。はなしね。高いとこは全然怖くない。じゃあ何が？海、
ジで無理。勘弁してよ。もうすぐだよ。怖い。ねえ見て、病院が見えたよ。無理、ありえない。僕を見て。レブ、私には無理だってば。平気。ちょっと待って。お願い。分かった。オッケー、行こう。で、次は？分かんない。来るのが初めてのようだ。橋を進めば建物の裏に出かける。ちょっと飽きたことない。だったら自分たちで道探すしかないね。この程度で済んで運良かった。運なんかじゃないよ。運だよ。ウルフも神様信じるでしょ。祈ってるし。私は違う。死ぬなら自分のために死ぬ。なのに一緒に来たんだ。なんで戻ってきてくれたの？罪悪感。何の借りなんてないでしょ。気持ちが楽になると思って。
うまくいった。降りられそう。通りに出られれば、病院はすぐそこだよ。ただの死体。仲間なの？うん、服違うでしょ。ほら、下暗いから。ああ、こうやって使うの。ここの相当まだだった。レブ、このビル感染者いるの？下までいつも昇降機で降りてたから、わかんない。帽子か。マスクつけて。持ってないよ。マスクは禁じられてたとか？逃げてたから。中で探してくる。待ってて。下がって。もっと奥。そのまま戻ってこなかったら。戻るよ、祈っとけば。よし、ガスマスク、ガスマスクっと。